岐阜県橋間市、桑原町にあった名鉄竹花線の駅である。廃止前のプラットホーム行き止まりのプラットフォーム一面一線のみだった。ホーム庁は2両編成分までにしか対応しておらず、4両編成の場合、岐阜型2両がホームからはみ出していた。しかしにプラス2両の列車が入線することもあり、その場合は全てのドアを開け、 岐阜方二両目の一番後ろのドアから上降していた。小さな木造の駅舎を有していたが、無人化後は出殺口や事務室の窓が板で塞がれ、待合室としての機能しか有していなかった。取り壊される直前にはかなり荒れた状態であった。開業当時の駅は廃止時より200メートル先の南道大橋付近にあった。駅の横には水栓式のトイレがある。 これは1998年9月の台風で駅のトイレが崩壊した際、橋間市内の長良川病院の森昭蔵院長が寄贈し、1999年6月25日に完成したものである。当時からトイレが再建されることはないと森が判断して寄贈したもので、このためか、廃線前から廃線後しばらくまでの間は、乗って残そう竹花をす線と書かれた看板が、 取り付けられていた。駅や線路は、廃線後すぐに撤去作業に着手し、1ヶ月後には、作業が完了した。2021年現在、他の竹花線止区間の中区駅跡の道路、転換以外で唯一ホームが撤去されて、さら地となっている。大須駅、後左手に代替バス車庫。正面に、公衆トイレ駅跡地の前に止まる代替バスかつては、当駅と、 おちよほ稲荷海津市歴史民俗資料館を結ぶ岐阜バスおちよほ稲荷線が存在した。2001年に、竹花線へぎらいき駅間の営業廃止後も、存続し、橋間市大だバスと接続していたが、2002年9月30日に廃止された。廃止後は、広域バスおちよ稲荷線が、同区間を運行していたが、2009年4月1日の路線再編により、海津市 コミュニティバスの一部に変更されている。2019年現在、駅跡地の前に代替バス路線が発着する。ありがとうございます。